心に火を灯す言葉2こんにちはとびたうです今日の心に火を灯す言葉は島崎藤村のこちらの言葉を選んでみました行きたくないと思ったって生きるだけは生きなければなりません行きたくないと思ったって生きるだけは生きなければなりません島崎藤村は明治から昭和にかけての 日本の詩人・小説家で本名は島崎春樹といいます文学界に参加しロマン主義詩人として若ガ集などを出版した後小説にも転じて「破壊」「春」などが代表作となる自然主義作家となりましたこの言葉は「聞きたくないと思っても自分に与えられた寿命が尽きるまでは生ききらなくてはいけない」といったものです 生きたくないと思ったって生きるだけは生きなければなりません人生の長さは人によって違います若くして亡くなる人もいれば100歳を超えて大幼寿する人もいますしかしいずれにしても当村は天から与えられた貴重な命はそれを全うしなくてはいけないと見たかったのでしょう人生には 辛く悲しく死んでしまいと思う死んでしまいたいと思う時もあるでしょう死ねば楽になると思って自らの命を絶ってしまう人も多くいますしかしそれではいけないのですどんなにもがいてもこの世に生まれたからには寿命が尽きれば誰もがあの世に帰っていきますその時期がいくつかは誰にもわかりませんがそのお呼びが来るまではどんなことにも耐えて一生懸命生き抜いていくのが 人間の使命だと思います生きてさえいれば必ず何かしらの希望の光がどこかであなたを照らしまた歩み始めるきっかけを与えてくれるはずです元気と勇気を出して生きるだけ生きていきましょう